この動画には以下の成分が含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。よし、じゃあ今日も張り切ってやっていこうか。そうだな、じゃあ録画開始するんだぜ。なんだこれは。ビジョットから置き手紙だぜ。なんだろね、開けてみようか。いきなりで申し訳ありませんが、この度、実家に帰らせていただきます。マリサさんや、クズムには感謝しております。しかし、どうしても、あのジュペッタが生理的に受け付けません。ですので、リフレッシュも兼ねて、今回はお休みさせていただきます。PS、ジュペッタが憎いです。以上だぜ。なんかすごい内容だったね。てかあいつどんだけ嫌われてるんだよ。確かパート1でもあいつみんなに無視されてたよね。生理的に受け付けないって言ってたし、存在が嫌なんだろうな。じゃあ今回はピジョットはお休みで新メンバーで行こうか。新メンバーか、ピジョットがメガ進化だし、メガ進化する不遇ポケモンを探さないとな。そうだね、今から探してきます。それじゃあ一旦カット。新メンバー探してきました。カメックスとペラップか。まあ不遇ポケモンの中では強いんじゃないか。お、見つかったね。DJ さん、対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーは、電気エンジン、おちょぼ口、イケメントカゲ、この子から天メグをなくしてください。進化前可愛いですね。逆立ちやめたポケモンさんだね。どうせまた新メンバーは使いたいって言うんだろ。もちろん、新メンバーをすぐに使うなんて実況者の鏡だよねー。実況者の鏡とは、視聴者さんの勉強になるような選出をして、勝利していく実況を投稿するのが実況者の鏡だと思うんだぜ。お前のやってることは、実力がないのをごまかしてるのと一緒だぜ。返す言葉もありません。でも、私にはこの選出しかないんです。行ってこい、ペラップかメックスゼブライカー。結局その選出じゃねえかー。だってプレイングがないんだから仕方ないんだよ。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手はジュカイン、これは出し勝ったか。こちらはペラップ。一言。かわいい。そういえばこのペラップは何を持ってるんだ。普段は気合のタスキを持ってるのでこんな技構成ですが、今回はメガネ持ちにしました。ここはおしゃべりを打っていくよ。てかなんでこのペラップは爆音波覚えてないんだ。卵技がめんどくさかったんです。めんどくさいってだけでサボるんじゃない。どこが実況者の鏡だよ。でもどうせメガネだし、おしゃべりしか打たないだろうしさ。そういう問題じゃないんだぜ。そしてお相手はリーフブレード。そしてお返しのメガネおしゃべり。抜群だしかなり入るんじゃないかな。一撃か、それは予想外だぜ。さすがメガネだな。おしゃべりで瀕死になるってなんか寂しいよね。まあ私たちも昔、ペラップのおしゃべりで瀕死になったことあるからあんまり言えないんだけどな。お相手はトゲキッス。素早さも負けてるだろうし、ここでペラップはお役御免か。多分後ろのゼブライカでなんとかなるとは思うし、ここはペラップには申し訳ないけどヤスラの餌食になってもらおうかな。あれ、こっちの方が早いのか、にわかを晒してしまったぜ。これなら混乱で運ゲーに持ち込めるね。ビジョットが休みを取ったから混乱ゲーがなくなると思っていたが結局か。さあどうかな。お相手は火炎放射か。さすがに耐えないよな。ペラップ、ありがとう、いい働きだったよ。じゃあここはゼブライカ出していきます。行ってこいゼブライカ。ゼブライカ最近ずっと出てるな。ゼブライカは素早さ速くて技範囲も広い方だから使いやすいんだよね。いっけー、ゼブライカ。おお、よく持って行ってくれたな、さすがだぜ。ゼブライカのおかげで、ジュペッタの選出率が落ちてくれてるし、ありがたいんだぜ。え、僕ピンチ。3体目は何かな。お相手の3体目はカポエラー、これならいけるか。まだわからないけど、とりあえずここは少しでも削りたいのでワイルドボルト打っていきます。お相手のカポエラーは猫騙し。別名、尺取る実況者殺し技だね。なんだよその別名。じゃあここはもう一度ワイルドボルトを打っていくんだぜ。さあどれぐらい食らうんだ。ある程度減らしてくれれば、あとはカメックスがなんとかしてくれるかな。よしよし、だいぶ減らしてくれたな。これならあとはカメックスでいけるな。お相手は自信。これはさすがに耐えれないね。でもいい活躍だったよ。本当にある程度の仕事をしてくれるし、同じ電磁波持ちのあいつなんかより全然使いやすいんだぜ。本当はあいつをパーティーから外したいんだけど、一応主人公だからね。まさかメガストーン持ってないなんて思わないもんな。
と、言ってる間に今回の新メガ進化ポケモンの登場だぜ。じゃあここは最後かメックスに決めてもらいます。正直御三家の中では不遇の扱いを受けているかもしれないが、普通にカメックスって強い部類だよな。確かにね、でも不遇って結構言われてるポケモンだからいいかなって思って採用しちゃいました。お相手のカポエラーは自信だぜ。カメックスの硬さを見せてやりましょう。さすが、硬いな、そしてお返しの水の波動。さすがに落ちるよね。よし、無事突破したんだぜ。それでは、対戦ありがとうございました。じゃあ2戦目やっていきます。ハリさん、対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーは、メタモン、ゾロリ、二枚貝、鉄火忍の抜け殻、そうなんす、モコモコ羊ちゃんだね。先発はどうする？パッと見ゼブライカが刺さってるし、ゼブライカ先発でいいかな、あとブーちゃんも連れていきます。残りの一体はどうする？技範囲が広いカメックスか。そうだね、カメックスならパルシェンにも対抗できるし、カメックスでいきます。なあ、レイム。ん？何？思ったんだが、最近この動画の主人公が出てないんだぜ。え、出した方がいい？いや、レイムグッジョブだぜ。そうでしょそうでしょ。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もぜひカメックスを活躍させたいところだぜ。そうだよね、でもピジョットが帰ってきたらカメックスどうしようね。最悪メガ2体になってもいいんじゃないか。ちょっと検討してみます。お相手はルカリオか、これは有利対面じゃないか。さすがに素早さ勝ってるだろうし、オーバーヒートで持っていけるよね。そうだな、じゃあここはオーバーヒート打っていこうぜ。あれ、マリサ、このルカリオメガ進化してこないよー。まさか。マリサ、なんか耐えてるよー。しまった、ゾロアークか、完全に油断してたんだぜ。もっと警戒して電磁波から入るべきだったのかな。そしてお相手はナイトバースト。どれぐらい入るのかも見当つかないが。一撃か。お疲れ様、ゼブライカ。さて、切り替えていきます。ここはブーちゃんがゾロアークの攻撃耐えることにかけてブーちゃんからかな。でも怖いのは、このゾロアークがメガネだったとしたらかなりヤバいと思うぜ。その時はブラウザバックを押さないで優しく見守っていてください。なんだよそれ。とりあえず、ここはフレアドライブ打っていきます。さあ、耐えれるか。よしよし、耐えたんだぜ。でも次のルカリオの先制技でやられるな。なんでそんなマリサはネガティブなの？先制技持ってないルカリオいるかもしれないでしょ。なら聞くが、お前がルカリオをパーティーに入れるとする。そしたら先制技を抜くか？抜かないでしょうねー。よし、じゃあ実況を始めるぞ。はーい。ここは 100% 先制技が来るに決まってるので、ここでブーちゃん捨てるのはもったいないので、ここはカメックスに交代します。さあ行ってこい、カメックス。お相手の技はなんだ？その前にメガ進化だね。メガルカリオは本当にかっこいいな。それでいて強いんだからみんな使うわけだぜ。ブーちゃんもメガ進化来ないかな。もう来てるだろ。言っとくけど遠征って答えはなしだよ。ダメか。お相手はやはり神速あったな。これ正直もうきついかな。カメックスがやられたらあとはルカリオの神速で落ちるもんな。とりあえずここは最大打点の水の波動打っていきます。お相手は交代か。3体目はなんだ？3体目はそうなんす。水の波動で混乱してくれないかな。一系カメックス、メガ進化。頼む、混乱させてくれ。で私まで運ゲーに走ってしまってるんだぜ。マリサくん、いい心がけだよ。以上、外悪会会長からの一言でした。混乱しないか。これは悪の波動でひるませるしか。で、私完全に外悪会に入会させられちゃってるんだぜ。マリサくん、ようやく気づいたようだね。その通り、君はもう外悪界から抜け出すことはできないのだよ。うるせえ、ひるむなー、そして落ちろー。ひるまなかったけど落ちなかったー、くそー。外悪界に入会していれば今のところは必ずひるんだのに、残念だったね、マリサくん。悔しいんだぜ、ならせめてソーナンスだけでも落としてやる。行ってこいブースター、ソーナンスを焼き払うんだぜ。え、気持ち悪いわー。まさかここでエヴァンとは、お相手うまいんだぜ。さあ、悔しかったろう。ならぜひ外悪会に入会を。
誰がするかー。今回は悔しいが、お相手がうまかったんだぜ。それでは、対戦ありがとうございました。